ご登場していただきたいと思います。まず最初にご登場いただくのは、リストランテ・カノビアーノさんですね。はい。カノビアーノさん。カノビアーノさんはすごい時花からのご紹介もかなり多い会場なんですけれども、見学に行かれたお客様が普通ってこうチャペルがどうだったとか披露宴会場がこうだったとかそういう報告をまずしてくれることが多いんですけど、カノビアーノさんの場合って第一声が美味しかったですっていうご感想からまず入ってくることがすごい多くって、なんか本当にその料理っていうこだわりが強い方にはまずおすすめしたい会場ですね。で、高橋さんのすごいハードルを今私は上げてしまいましたけれども。ということで、はい、ご登場いただきましごょう。登リ場いただきますのね。宮高橋さん、お願いいたします。おはい。願いします。こんにちは。こんにちこんにちは。は。すいません。いつから入っていたのかなと思ってました。よろしくお願いします。すいません、お願いします。ありがとうございます。では、本日はカノビアーノのお料理の魅力をしっかりとご案内できたらと思ってますので、ちょっと拙いご説明になってしまうかもしれないですが、ぜひよろしくお願いいたします。お願いいたおし願まいす。します。楽しみにしてました。ありがとうございます。では、早速なんですけれども、こちらのをご覧いただきながらご説明させていただきたいと思います。はい。こちらご覧いただけておりますでしょうか。はい、はい、見えてます。はい、ありがとうございます。では、まずは、私のご紹介から、すいません、自己紹介からさせていただきたいと思います。私、カノビアーノでウェディングプランナーを行っております、高橋麻里と申します。立ち上げの、カノビアーノ立ち上げの時から、こちらでプランナーをさせていただいておりますので、今日は精一杯、お料理、本当に魅力的な会場ですので、ご案内できたらと思っております。タイムテーブル、大きくこちらの4つのポイントに合わせて進めていけたらと思います。カノビアーノの、あとは自然派イタリアンという特別なお料理ですね。こちらも、今日どうしてもディナー営業がございましたので、シェフが直接はご参加いただけないんですけれども、シェフからメッセージムービーいただいてますので、そちらでご案内させていただきます。で、また、こちらのレストランのとっても美味しいスペシャリティですね、島エビとからすみの冷製カッペリーニについて、後ほどちょっと食べながら私の食リポで、料理の魅力を お伝えできたらと思います。はい。はでい。は、で、最後にですね、シェフソムリエ北野より、こちら、お料理に合わせてのドリンクっていうところも大変魅力な会場でございますので、そちらについてもしっかりご案内をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。お願いします。もう高橋さんはお客様からの支持もめちゃくちゃ高いですもんね。ありがとうございます。そうおっしゃっていたファだンのける。方がいっぱいいらっはい。しゃる。あ、嬉しいです。頑張ります。まあ、まずホテルガジェット東京についてなんですけれども、こちら、日本美のミュージアムホテルというところがコンセプトになっている、専門式場でございます。こちらの中の、こちらはですね、93年目を今迎えさせていただいておりまして、それのなんとカノビアーノはですね、93年目、失礼しました、90年目の節目のタイミングで、オープンしたレストランウェディングの会場となります。で、もともとホテル雅叙園東京は料亭から発祥しておりまして、そこでやはり、食事を大事にしていただく方が非常に多かったですので、その中で、挙式が終わった後に移動をしてきてパーティーを行う中で、結婚式が一つの建物でできるといいねということを、その当時の創業者が考えまして、美容室だったりとか衣装室、あとは写真室などをご用意させていただいて、一つの建物の中で進めていけるっていうところが、当時日本初と言われておりました。で、会場の中はですね、ホテルもご用意させていただいたり、本当に美術品が大変多く集まっている会場でございますね。どこ行っても本当に飽きない空間としてご用意をさせていただいております。はい。その中で、
失礼しました、リストランテカノビアノが誕生いたしましたのが、3年前になります。こちらはやはりお食事を大事にしていただきたいというご新郎ご新婦様向けと、あとはやはりこう一軒家貸し切りっていうところがなかなかホテルガジュエン東京では叶えられなかったところもありましたので、その上で一軒家貸し切りのレストランウェディングっていうところを90周年の目玉として、こちらでオープンをさせていただきました。で会場の、中はですね、ホテルガジュエン東京内に2階建ての一軒家で建っておりまして、1階のレストランホールは、基本アラカルトは行わないフルコースのレストランということもありまして、フォーマルすぎないという、まあ、皆様がリラックスできるような空間としてご用意しております。で挙式会場もレストランの中に備えておりまして、2階には、かなり大きさを誇るチャペルをご用意させていただいております。挙式とパーティーのメリハリを 大事にしていただくことで、皆様の記憶に残っていただけるように、挙式会場はちょっと大きめでキュッと、でパーティー会場で皆様との会話、お料理の会話が弾むようにということで作られております。で右側のお写真にも出ているようにガーデンスペースもございますので、ガーデンでの、開放感のある挙式というところも叶えられる会場になっております。神田さんはこのあたりはしっかりご存知いただいたと思いますので、はい、チャペルもあれですもんね、そのレストランじゃないっていうとすごい失礼かもしれないですけど、はいはい、ちょっとびっくりする規模感ですもんね。そうなんですよ、あの1階のレストランホールは一応ご説明するんですが、割とこじんまりというか皆さんとの距離が近いところで、キッチンが実は大きくご用意をしておりましたので、チャペルはその敷地をふんだんに使って大きく作っておりますのでなかなかレストランウェディングにはないかなと思います。そうですね、結構これ決め手になったんですって方もよく聞きます。はい、はい、非常にそうですね、最初はお料理でいらっしゃる方も多いんですけれども、最後 の決めていただいたポイントとしてはこちらのチャペルっていうところは非常に人気ですね。ありがとうございます。では早速今日、はい、ありがとうございます、大事な今日のテーマのお料理についてしっかりご説明させていただきます。まずはこちらの料理人を説明しないと始まらないくらいのレストランでございますので、しっかり、はい、説明させていただきたいと思います。シェフの名前は植竹隆正と申しまして、かつて20年前ほどに流行った番組で若手シェフが巨匠に挑んでどっちが勝つかの番組。あれもう20年前ですか？え、そうなんだ。もう20年前。そうですね。もしかしたらもうちょっと前かもしれないです。やばい、寺岡さんとか知らない時代。最近のご新郎ご新婦様はあまりご存じないかなって思ってます。はい。で、まあ、そちらの番組で最年少シェフとして登場いたしまして、見事勝利を収めました。そこで、まあ、ガジュエン内にオープンしてからまだ3年なんですけれども、もともとは代官山にずっと本店がございましたので、ご縁もあってガジュエン内に3年前に移動してきていただいた形で、今は、全国にカノビアノというレストランは展開をされております。で、基本はこちらのレストランにこの植竹シェフは常駐していただいてるんですけれども、いるときは必ず厨房にも立って、自らお料理を、提供までしていただいているので、とても気さくなシェフでございます。はい。で、先ほどチャペルすごく大きいですよねと神田さんにも言っていただいたんですけれども、レイアウトは本当にこういう形になってまして、分かりやすいかと思うんですが、1階がレストランホールで、2階に、挙式会場をご用意させていただいてまして、1階のそのキッチンスペースっていうところが非常に大きくなっておりますので、一軒家で一組様限定でキッチンメンバーもその方に向かって、料理を振る舞っていただくので、キッチンは一番広いと言われております。では、ここでちょっとシェフからお料理の説明をムービーでいただいてますので、ご紹介させていただきます。かっこいいですね。スタートの写真です。はい、お願いします。時花フェスをご覧の皆さん、こんばんは。レストランテカノビアの料理長の植竹です。この度は誠におめでとうございます。植竹シェフ、
リストランテカノビアーノのお料理の特徴について教えてください。はい、私の料理は日本の食材とオリーブオイルというのをテーマに、北イタリアはベローナから来ますオリーブオイル、こちら非常に穏やかでライトでフルーティー、そういったあの味わいのオリーブオイルです。このオリーブオイルと、もう日本中からもえりすぐったお野菜やシーフード、畜産物ですね、いっぱい持ってきまして、特に本当にもう旬のものをこだわりながら、その素材を持ち味を生かすために、イタリアなんですが、ニンニクや唐辛子、バター、生クリームなども一切使用せずに、本当に素材を味を引き出して組み合わせていきますので、なんか食べてるうちにどんどんお腹が空いてきて、メインディッシュで全部フルコース食べてもお腹が楽なような、そんなお料理ですので、ご年配の人ももう全部きれいに召し上がりますので、安心して召し上がってください。ありがとうございます。スペシャリテのカッペリーニ、はい、カッペリーニについても教えていただいてよろしいですか。はい、この後お出ししますが、うちの料理のもう代表的な料理で、もう27年間毎日作ってる料理で、一番上に、北海道の島エビとエビをレモントリオイルで軽くマリネしまして、でその上にサルディーニャ島のカラスミを添えました。で下が甘いフルソースと、バージンオイルで冷たく冷やしたカッペリーニですので、ぜひほぐして召し上がってみてください。これを一番最初に食べますと、トマトの酸味で頭がパッと目が覚めまして、でその後にね、出てくる野菜たちで、もう胃と腸がどんどん動いてきまして、もう本当にリズム、本当調子よく、メディッシュまでね、いけますので、お腹は本当に優しい料理です。はい、ありがとうございました。では、皆様に一言コメントをお願いいたします。はい、本当にうちの料理で、もう、になってください。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございました。シェフからの、直接のお料理のご説明で、ちょっと私の声の方が大きくなっちゃって聞き取りづらかった。撮っているからですね。知れないんですけれども、はい、本当に自らシェフがこう作ってくれたりするお料理になってまして、今シェフからもご案内があった通り、私どものレストランでスペシャリテとしてご案内しているのはこちらの、島エビとカラスミの冷製カッペリーニというお料理になっております。リストランテカノビアーノのお料理っていうのが、食材の味を生かすお料理になっておりますので、お料理や旬なものというのがどうしても変わってまいりますので、その食材に合わせて料理内容は変わっていくんですけれども、この一品目っていうところは、必ず出てくるカノビアーノの定番料理となっております。では、さらにですね、お料理のところで言うと、食材の味を生かすというところでメニュー内容は変わっていくので、プリフィックス制でお選びいただける内容になっております。なのでその時5ヶ月前ぐらいにメニュー内容が登場するんですけれども、そこでお客様に選んでいただいて、お客様ならではのメニューを構成していただいております。そして何よりもパスタのところですね。なかなか結婚式だとパスタを食べたことありますっていう方少ないかと思うんですけれども、やはりパスタってこう出来上がりな状態で食べていただかない と、やっぱり美味しい状態っていうところが短かったりするんですが、カノビアーノでは先ほどもお伝えしたように、一軒家に一組っていうところでご案内しているので、美味しい状態ですぐにご提供できるっていうところも、カノビアーノの魅力の一つなのかなと思っております。で、さらにはお料理の演出のところで言いますと、結構珍しいと思うんですけれども、テラスやお庭が会場内についているっていうところもあり、テラスでバーベキュースタイルっていう演出がとても人気の演出となっております。目の前でシェフがメインディッシュを焼き上げまして、様に提供していくというスタイルになりますので、たくさん結婚式に参加してきたけどこの演出は初めてですという方もすごく多いので、大変人気な演出となっております。写真のようにシェフもノリノリでやってくれます。では、ではすいません、ちょっと資料でご案内をさせていただいたんですが、実際にここでカッペリーニを恐縮ながら私の方で食べます。ありがとうございます。まずちょっと見た目からなんですけれども、写真で見ていただいたと思うんですが、このような感じですごく綺麗に盛り付けられている
はい、カッペリーニです。でカッペリーニってあの細いパスタ、すごく細いパスタを使っているので、本当に一口でペロッと食べて食べれちゃうようなものになっているので、あの最初にパスタってって思う方も写真だけ見るとまずいらっしゃるんですけども、あのぜひ味を確かめていただくと、あのどんどんお腹空いてきましたっていう方が非常に多いです。はい、ではちょっと食べてみたいと思います。いやー羨ましいです、ね、私もちょっと久しぶりなのですごい嬉しいですけどではちょっと一口いただきます。うん、美味しいんですよね。これですね。めちゃめちゃ美味しいです。あの辛すぎのこう苦味だったりとか、あのトマトソースがすごくフレッシュなんですけれども、その酸味だったりとか、あとはその姉妹エビの甘さがこう一緒になって、それが胃の中に入ることでもう本当にもう絶妙です。ありがとうございます。あのぜひこれを食べていただいた後に。お食事がどんどん続いていきますので、あのプランナーたちでみんなで話してるんですけど、これ食べるとあと3つは行きたいねとかっていう話も言っちゃうぐらい達成化される。そうなんですよ、うん、もうどんどん拍車がかかってくるというか、はい、うん、っていう話をするぐらい、あのすごく特に女性の方はあのすっきりとして食べれるので多分すごい好きだと思いますので、はい、うん、ぜひお越しいただいた際には、はい、それを、はい、楽しんでください。ありがとうございます。では、ちょっと最後の、ありがとうございます。では、最後の項目なんですけれども、ドリンクについてですね。はい、今までちょっと、お料理については、ご紹介をしてまいりましたので、ドリンクも非常にやはりお料理を大事にしていただく方が多い会場ですので、そのドリンクとのマリアージュも、あの非常に大切にしていただくと、やっぱその食卓があのよりいい食卓になりますので、パーティーもお食事をすごく大事にして、みんなとお食事の会話したいという方はあのすごくいいプランをたくさんご用意しております。でやはり結婚式ってあの、まあ、お料理大事っていう中でもあの、まあ、衣装もあったりとか写真があったりとか、お料理以外にもどうしてもお金がかかってくる部分もあったりするので、ご予算もあのどうしようかなって迷われるところってあるとは思うんですけれども、ドリンクプランも本当に幅広い、まあ、価格帯もそうなんですけれども、内容もかなり充実しているものをご用意しておりますので、あのお二人に合わせたあのお料理とドリンクとっていう形でご案内させていただけるのもすごくキャノビアーノの魅力の一つでございます。では、先ほどちょっとお料理提供してくれた、うちのシェフ、失礼しました、シェフソムリエの北野からちょっとドリンクについても少しご紹介させていただきます。では北野さんお願いします。皆さんこんにちは、北野と申します。こんにちは。私はだいぶ噛まないように今の高橋の方から、ね、あの丁寧にカノビアのお店のコンセプト、自然派イタリアンでご紹介をさせていただきました。あ、ごめんなさい、ちょっとお声が遠いみたいです。ごめんなさい。はい、改めまして、はい、じゃ自然派イタリアン、まあ、カノビアーノということですが、まあ、そういった、まあ、お料理あのコンセプトに合うお飲み物は、まあ、どういったものかと考えましたところ、あのまず、まあ、やはりワインですね。あの当店には、常時500本以上の、ワインをストックしております。その中でも、昨今皆様非常にもう認知度が高くなってまいりましたあの自然派ワインですね。ちょうど、まあ、自然派イタリアンと同じ冠となりますが、まあ、大まかに申し上げて、まあ、化学肥料、除草剤、あと農薬ですとか、まあ、人工的なものを極力使わない、まあ、あとはあの天然酵母を使って、まあ、発酵するなどなど、まあ、何でしょう、まあ非常に自然に近い形でワインを作り上げるという、そういったワインになっています。こういったものを非常に今多く使用しております。またあとはそうですね、お酒が例えば飲めないお客様、あとお子様ですよね、そういったゲストも多くいらっしゃいますので、あの国産のですね、無添加のストレートジュースですね、まあ、季節に合わせていろんな種類をですね、あのこちらもまあお酒飲めなくてもやはりドリンクも楽しみたいという皆様にご提供しております。こういったあのドリンクのメニューを、当然あのブライダルウェディングのメニューにもあの反映させておりまして、あの、まあ、非常に何て言いますか、こうお食事と、まあ、あのドリンクのマリアージュが、ね、あのよくできることによってお客様のご満足度も高まると、そう思っております。
あとはですね、ワインのペアリング、こちらは、上竹シェフのお料理に合わせて、まあ、一皿一皿本当にその日のそのお一組のためだけの、ワインペアリングというのもご用意をしております。非常にですね、今ちょっと一本ご紹介するんですが、下にちょっとカノビアーノってね、うちのプライベート のブランドが入ったですね、オペレブルット、非常に上竹シェフの、ね、カノビアーノのお料理にぴったりのですね、おすすめのワイン、本当にもう何百種類の中からですね、その日の大切な、まあ、晴れの日にふさわしいドリンクということでご提案をさせていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。このオペレっていうカノビアーノラベル の乾杯酒は本当に非常に人気でして、すっきりとしてすごく飲みやすいので、料理にもぴったり合うのでめちゃめちゃおすすめです。すいません、ではちょっとここまでご紹介をさせていただきまして、はい、ちょっともうお時間になりそうなので、ここで、最後に、カノビアーノのお料理をちょっとまとめたイメージムービーをご用意させていただいておりますので、そちらで終わりに見ていただいて結びとしたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。しっかり伝えられましたかね。はい、もうお腹空いちゃいました。よかった よかったです。はい、お腹空いてすぐ、はい、カッペリーニご試食もお日にちによっては対応いただけるんですね。はい、見学の時はい、もちろんでございます。必ずご試食ができるときはもうカッペリーニからその、まあ、お腹が空いてくる感じとかを体感していただいているので、ペリーにご用意させていただいております。で、今週末31日はですね、フルコースでのご試食も、はい、ご案内しておりますので、ぜひ時花さんだけのコース試食という形でご用意もできますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっとまだまだお聞きしたい気持ちはありつつも、はい、ありがとうございます。はい、はい、すみません、今日はありがとうございました。拙い説明で大変失礼しました。ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。